本日午前7時、突発的異常気象に伴い避難指示が発令されました。付近にお住まいの皆様は、速やかに最寄りの避難場所への移動をお願いします。みんな、私の計画に付き合ってくれて感謝するわ。基地からの兵器強奪、各箇所への設置、みんなのおかげで当初の目標の7割が達成できた。事前にできる限りの準備はしたつもりだったけれども、正直ここまでできるとは思わなかったわ。心から感謝する。ありがとう。これもみんな作戦が良かっただけで。細部の詰めはともかく、根本の発想が画期的でしたね。魔法だけじゃ足りないんだから、物理で叩く、当たり前だろ。問題はこれでワルプルギスの夜が倒せるのかね。あけみさん。ええ、いつでもいいわ。それでは失礼します。どう、まばゆ。起爆スイッチが新しいのに変わってました。不具合かと思うので予備のものと取り替えてください。わかりました。それから誘導な場所がちょっとずれてます。 A の7から23までのミサイルを時計回りに5度動かしてください。 OK、 私がやっとくよ。それで他にはないです。っていうことは、はい、みんなで力を合わせてバッチリ倒せちゃいます。やった。よし。みんな聞いたわね。力を合わせてワルプルギスの夜を超えるわよ。ねえ、アキさん。はい。なんでしょう、トモエさん。本当に、ワルプルギスの夜は倒せるのよね。は何言ってるんですか。私の未来時は、どうやっても当たっちゃうんですよ。そう。疑っちゃってごめんなさいね。ああ、いえいえ。不安になるのもよくわかります。不安？そう、不安なのかしら。私ね、さくらさんだけじゃなくみんなと一緒に活動できて、それでとても毎日が充実しているはずなのに、でもなぜか物足りないっていうか、胸の中に穴が開いているみたいっていうか、大切なものをなくしてしまっているような。アキさん？わかります。トモエさんの気持ち、よくわかります。私も前に、そういう気持ちになったことがあって。なんだろう。なんていうか、辛いな。大丈夫？少し休んで。いえいえ。休んでなんていられません。最後まで全力でやりましょうね、トモエさん。蛍光対戦遮断がうなり、タンクローリーが爆発する。
巡航ミサイルが飛び交い、C4 が一斉に点火する。でも古ギスの夜はやっぱり倒せない。私が見たフィルムの通りだ。まばゆ、ごめんなさい。謝らなくていい。あなたが嘘をついていたこと私には分かっていたわ。ですよね。次はもっとうまく嘘をつかなきゃな。さようなら、マドカ。そして、最後の砂時計がひっくり返る。